い、AKB48 チームエイト愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。ということでね、今日もショールームやっていきたいと思います。はい、ということでね、本日はチームエイトのツアーファイナルと AKB48 の単独コンサートがあります。イエーイ。はい、ちょっと今日はね、あのさやと一緒にあのショールームをします、お届けしています。今日はねちょっとだけ早起きです。まあちょっとといっても6時とかなんですけど、だからちょっとね、まだちょっと寝起きかなっていう感じです。まあ、でもね、あの寝起きにしては声はあまり割と元気な方です。そう、だいたいね朝こんな感じなの。リップ塗らせてください。こちら最近愛用してるウォーターリップです。痛い。昨日はね、そう、今日に向けてね、ちょっといろいろやって、髪の毛もね、サラサラですね自分で言っちゃう。朝寒い、本当？今何度なんだろう。あんまり寒すぎるとね、あれだからさ。でも暑すぎると汗かいちゃうしさ。ちょっと冷える。なるほど。今日もレッスン着で行こうと思ってるんで、めっちゃそう、今日レッスン着で行こうと思ってるからさ。そう、今着てるんですけどね、これはね見えづらいけど、まじむり学園ライの T シャツ着てます。お父さんが買ってくれました。ありがとうお父さん。 L サイズですL サイズ少なかったんだっけ。東京15度ぐらい、結構冷えるね。そっか、だったらちょっと厚めのパーカー着ていた方がいいかも。でもなんかメンバーには、なんかメンバーには渡されなかったんですよ、 T シャツ。だからね、めっちゃ俺ピーって待って、そう、あ、ガンバルンバーだって。ありがとう。そういえばミッサーが結構あの汚れてる真実、違う、汚れてる真実だけど、名前は汚れてる真実じゃなかった。あれ、なんだ、汚れてる真実公演で会ってたっけ。やばい、ちょっと待って、不安すぎる。あったじゃないですか、劇場公演で。あれのグッズもね、グッズっていうかあれの T シャツを持ってて、そう、なんか結構着てること多かった。そう、あれいつだっけ、そんなに昔だったっけって思って、あんまり覚えてないんだけど、あれっていつぐらいでしたっけ。まあ私出てないんであれなんですけど、そう、今日ツアーファイナルだしね、7周年ということで、まじむりの着ていくぜそう、
ちょ、8の T シャツ着ようと思ったけど、あんまり8の T シャツなくてさ、ちょ手持ちがなくて、そうだから手持ちがあったこれにしました。はい、白湯を飲み終わりました。ということで、ここからはね、あんまりフレームアウトすることなくお話できると思います。もう配信ももうちょっと15分経ちそうだけど、あ、ね、本当に今日本当楽しみたいと思いますね。結構不安なことっていうか、あれ大丈夫だったかなってね、まだ確認したいこととかはね、いろいろいっぱいあるんですけど、そういっぱいはあるんだけど、やっぱね、何よりもね、楽しむことが一番だと思ってるのでね。まあでも、もうあとそうだな、6時間後とかなんですけど、もう始まってるけど、そしたら、そう、お代理のソロコン含めたらもう5時間もないんだけどね。そう、まあ確認してまあね、詰めていけるようにしたいと思います。ハンカチは必須。初代の 47T シャツ着ていきます。あれか、あれだよね、に日本列島があってメンバーの似顔絵描かれてるやつですよね。懐かしい。私あれ持ってたっけ、あんまり記憶がないんだよね。まあでも家にあった気がする。どこにあるかが分かんないだけで。あ、現着してる人もいる。やっぱみんな考えること一緒なんだね。私もそう、できればなんかツアー関連のね、 T シャツ着たかったけど、マジでね、8の T シャツこれしかなくて。あ、でもあれもあったのか、勝手にリクエストアワー、そうあれもあって、でもあれめっちゃ好きなんですよ。あれ多分発売されてないよね、勝手にリクエストアワーね、今年の1月のやつです。そう、大丈夫だよ。なんかね、割とね、集合時間が朝早いとね、めちゃめちゃ不安になるの。そうめっちゃ不安になるのよ。一回ね、めっちゃ朝早かったんだけど、私アラーム間違えて1時間後に設定しててで、それでなんか普通に起きていってたら、なんかね、よくメール確認したらさ、7時間前じゃんって思って、そちょうど私がね出た時がもう集合時間だったので、やばいって思って、もうマネージャーさんにすいませんって連絡して本当に恐怖だったの、本当に。そう、もうね、青ざめた、すごくもうさーって血の気が引くのが分かりました。そう、夢に見るやつ、もう最悪じゃんそれそう、まあね、でもそのお仕事はメイク時間がすごい長いから、そうメイク時間が長かったからね、そのなんか遅れることですごいなんか仕事にめっちゃ影響が出たとかじゃないけど、そう本当にもうさ、結局遅れたんですけど30分ぐらい。 T シャツ何枚か持ってきたのだが、ケガシン T シャツにしようかしら。いいね、ケガシン T シャツ、何がいいんだろうね、迷っちゃうよね、 T シャツもいろいろあるから。そう、っていうことがありました。そうなかなか怖いじゃない、怖い話だよ本当。
だからね、あ、生誕もいいね、もう推しアピールできるからね。そう、私も最初自分の T シャツにしようかなと思ったけどちょっとなかったんで、あのなかったっていうかね、ちょっと選択してなかったから、ちょっと背中が伸び、あ、背中というか肩甲骨、はい、一人で勝手にストレッチ。いやー楽しみだね、ほんと。じゃあ今日はさくらちゃんのパーカー着ていこう。ねえ、本当に今日ファイナルって本当感じしないんだけど、楽しみますね。あ、でもみんなね、何着ようか迷ってるねみんな何着ようか迷ってる。もう直感で決めていいんじゃないんでしょうか、これだっつって。そう、直感で決めるのはありです。やっぱでもお家の方もね、きっと T シャツ何かしら着てくれるんじゃないかなって勝手に思ってます勝手にね。そう、そうか、今日物販ないもんね。そっか、そうだよね、物販ないのか、確かに。そういえばそうだわすんハッとした。あれだもんね、今日あれだったよね、そのグループショップの方で何日までに買ったら今日着れますよみたいなありましたもんね。着れますよっていうか準備できますよって。そうそう、あの7のポーズのグッズめっちゃ難しかった。何に使う、なんか7むずくないみたいな。そう7むずくないみたいな、割と直角だった気がする私で。メンバーは結構ね、割と7っぽいなっていうことはすごい直角だなっていう子がいた。そうやっぱ7のポーズはむずいっす。8は楽勝ですね。そう、反り方、なんかミッサーとかがなんかね7のポーズうまかった気がするんだよね。ミッサーかカレンちゃんだったと思うんだけど、ミッサーかな、やっぱ。そう、なんかめっちゃ反ってるって思ってうまって思った子がいたんだよね。そう、ミッサーかな、ミッサーっぽいんだよねそう、私割とね、ちょっと頑張ったんだろうなとは思うけど、いやもう直角だねこれはみたいなあ、割と直角だわみたいな感じだったの。そう、漢字の7はむずい、漢字はむずい。あ、でも意外といける？座って足伸ばして腕上げればいいから。まあでも最初何のポーズだってなるけどね。何このポーズってなる。はい、ということで15分経ったので今日はここら辺で終わりにしたいと思います。最近ね、配信短くて申し訳ないんですけど。明日とかはね、多分長くできるんじゃないかなと思ってます。じゃあランキング読む前にアイテムじゃない、ギフト。なんでアイテムやねん。はやちゃんさん、ハート100個だね、多分これは。桃の天ぷらさん、ハート100個。
カラスのカーコさん、バラ、飯田ひろゆきさん、クローバー、タムクニさん、ハート、はやちゃんさん、小判、で、タムクニさん、カラフル、いろんなね、だるまさん、そしてタムクニさん、また花束ありがとうございました。ということでね、今日はね、チームメイトのスワファイナルと単独コンサートね、目いっぱい楽しみたいと思います。皆さんもね、多分きっと会場に今向かってるよって方もいらっしゃいますしね、まあ、配信で見るよっていう方もいらっしゃるんですけどね、まあその感染対策とかもね、十分注意して、あのもう出てる人とかはね、遅いよってなるかもしれないけど、まあ気をつけて会場まで来ていただくことと、まあ、配信の方はね、まあ声の準備、まあ声出せるからね、そうなんで皆さんそれぞれ準備して一緒に楽しみましょう。あ、ランキングもう終わりそうな雰囲気だったわ。ランキング13位がナスナスカ、ピニャコ、あやなちゃん推しさん、12位ガオリーさん、11位猿の腰のケッチさん、10位三毛猫さん、9位桃の天ぷらさん、8位てつさん、7位飯田ひろゆきさん、5位タクトさん、あ、コンサート楽しんでね、ありがとうございます。5位夏目さん、4位のみつさん、3位カラスのかあこさん、2位たまくにさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけでね、今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた後でお会いしましょう。またね、ありがとうございました。またね、また後でね。ショールームはまた。